アンナリー、ウベは、イギリスのボムシェルと言われた、イギリスアメリカの女優。アニーリー、出生名ジョーン・ボニフェス・ウィニフリスは、ケント州、アイタムで、校長兼聖公会牧師のバートラム・トーマス・ウィニフリス、と、彼の二番目の妻である、エディス・モード・ディグビー・ローパーの娘として生まれた。父親は女優になりたいという娘の望みをサポートした。祖父のアルフレッド・ウィニフリス牧師は、 マリアンズリーの教区牧師、兄のジョン・ウィニフリス教は、農業省の事務次官になった、イギリスの高級官僚であった。また、アーサー・コナンドイル教の名付け子であり、彼の娘のジーン・コナンドイル教は、生涯の友人だった。リーは、ロイヤル・アルバート・ホールのセントラル・スクール・オブ、スピーチドラマで訓練を受け、19歳の時に、ヒズ・ロード・シップの早くで、銀幕デビューを果たした。 1930年代初頭は多くの映画でクレジットされない派役を演じていた。リーは衰退しつつあるイギリスの映画産業の手こ入れを目的とするイギリス議会の法律である1927年の映画法を満たすためより重要な役を演じるようになっていった。上流社会を描いた映画、特にルイス・ヘイワードと主演したチェルシー・ライフのミュリエル・マクストニ役で知られていた。 1934年、当時イギリスで最大の制作会社であった、ゲンズボロピクチャーズと契約を結び、コメディスリラー、ザ・キャンルズ・アーカミング、ドラマ映画、ザ・パッシング・オブ・ザ・サード・フロアバック、ホラー映画、ザ・マン・フー・チェンジ・ド・ヒズ・マインド、戦争映画、友情と兵隊など、様々なジャンルで主役を演じた。1935年、ジェシー・マシューズのミュージカル、ファースト、映画に、 貴族のプレイガールと他に、ミラノフ王女として出演。スタジオの大規模予算映画の一つである、キング・ソロモンに出演した。1933年、エジプトのロケ地で、ザ・キャンルズ・アレ・カミングの撮影中に、最初の夫となる、監督のロバート・スティーブンソンに出会う。1937年、ゴモンブリティッシュ映画社のノンストップ・ニューヨークに主演。1938年、 第一子出産のために産休を取った。1939年、リーと夫はゲインズボロのヘッドであったマイケル・バルコンが運営するイーリング・スタジオに移籍した。ヤングマンズ・ファンシーで貴族と恋に落ちる19世紀アイルランドのミュージック・ホールの歌姫を演じ、ヤングマンズ・ファンシーで主人公がイギリスに対する外敵の陰謀を阻止することを助けるジャーナリストを演じた。 イギリスでの最後の映画は小さな海辺の街でツアー中に出会ったハリウッドスターに恋をする若いレパートリーシアターの女優を描いたリターンツーイエスタデーであった。夫妻はアメリカ合衆国に移住しスティーブンソンはデビッド・オーセルズ・ニックと契約を結んだ。彼女は第二次世界大戦中もイギリスの戦争遂行を支援し続け1943年に 他のイギリス人俳優と共に、提督の館に出演した。これは、イギリスの事前団体に資金を調達するために、作られた映画だった。ハリウッドに転居後、ジョン・フォードと婚姻になり、我が谷は、緑な力、馬上の二人、アパッチトリーデなどの映画に出演した。フライングタイガーでは、ジョン・ウェイン、ジョン・キャロルと共演した。フリッツ・ラング監督のエンスラポイド作戦を描いた。 戦時スリラー、死刑執行人もまたシスで、ブライアンドン・レビ、ウォルター・ブレナンと共演、バル・リュートン制作のホラースリラー映画の、恐怖の精神病院に出演。1940年代から1950年代に、かけて、ロバート・モンゴメリー・プレゼンツ、ザ・フォード・シアター・アワー、クラフト・テレビジョン・シアター、アームストロング・サークル・シアター、 ワゴントレーンなどのテレビアンソロジーシリーズに頻繁に出演した。ベリー・メイソンのエピソード、ザ・ケース・オブ・ザ・アンスータブル・アンクルに、クリスタル・ダーラム役で、ゲスト出演。1958年、イギリスに戻りジョン・フォードの、ギデオンに出演し、ケイシ・ジョージ・ギデオンの妻を演じた。1965年、サウンド・オブ・ミュージックで車のエンジン部品を取り外して、ナチスを阻止し、 コントラップ家を脱出させた二人の修道女の一人、シスター・マーガレッタ役で出演した。何が JN に起こったか。では、ジョーン・クロフォードとベティ・デイビスが演じる姉妹の隣人、ベーツ夫人を演じた。1994年、ウィーラー・ウィンストン・ディクソン監督の長編映画、ワトカーン・ミドで主役を演じた。後年、リーはヒルドラの、ジェネラル・ホスピタルと、ポート。 チャールズのリラクオーターメイン役で知られるようになったが、2003年にプロデューサーのジル・ファーレン・フェルプスによって契約を外されたため、フェルプスはヒルドラガイやジェネラル・ホスピタルの出演者たちから抗議された。ジェネラル・ホスピタルの共演者の女優、レスリー・チャールソンによると、リーは元、ジェネラル・ホスピタルのエグゼクティブプロデューサーであるエンディ・ディッシュから、生涯の仕事として約束されていた。 チャールソンは2007年に彼女性は彼女の90年代でした。そして新しい権力に引き継がれた時、彼らは彼女を解雇し彼女の心を壊しました。それは必要なことではありませんでした。と語った。最初の夫であるロバート・スティーブンソン監督と1933年に結婚し、1939年にハリウッドに移住した。彼らには ベネチアとキャロラインという二人の娘がいた。元女優のベネチアスティーブンソンは、エバリーブラザースのドン・エバリーと結婚し、エダン、エリン、ステイシーの三人の子供がいる。リーとスティーブンソンは1944年3月に離婚し、ベネチアとキャロラインは、父親と暮らす選択をした。リーは、第二次世界大戦中の嘘ツアーで、二番目の夫と、 なるパイロットのジジョーースタフォードに出会った二人は1944年6月8日に結婚し、ジョン、スティーブン、ティム・スタフォードの3人の息子が生まれた。ティム・スタフォードは、ジェフリー・バイロンの芸名で俳優となった。リーは1945年4月6日に、ジョアンナ・ボニフェス・スタフォードの名前で帰国して、アメリカ市民になった。1945年6月8日に証明書が、 発行された。スタフォードとは1964年に離婚。1970年4月5日、死去の妻やジェニーの肖像で知られる小説家のロバート姉さんと三度目にして最後の結婚。この婚姻は1985年の彼の死去まで続いた。1930年代、ロンドンのバンクサイド49にある家を所有していた。後に、 この住所について書かれ2006年に刊行されたザ・ハウス・バイ・ザ・テームズのために著者のジリアンティン・ガールからインタビューを受けた。1710年に最初に建てられて以来、この家は石炭症の家、事務所、下宿、遺棄物集積場を経て1900年代に再び個人の住居として使用された。この家はツアーガイドに 有名な住居として記載されており、セントポール大聖堂の建設中に、クリストファー・レンが住んでいた可能性があると主張されており、過去に可能性を主張された住人には、キャサリン・オブ・アラゴンや、ウィリアム・シェイクスピアもいた。1981年、交通事故により腰から、舌が麻痺した。リーは頑固な保守派であり、自身の見解は、ウィンストン・チャーチル教の見解と一致していると、語っている。 1982年、ドーバーの白い崖とアイタムモートで募金活動を行った後、卯部を授与された。1995年、ハリウッドウォークオブフェームに彼女の星型プレートが配置された。2004年5月21日、没後にデータイムエミー賞生涯功労賞を受賞した。賞を受け取るまで数ヶ月の予定であったが、受賞の数日前に91歳で、 肺炎により死去した。息子のジェフリー・バイロンが代理で賞を受け取った。2004年7月16日、ジェネラル・ホスピタル・アリーへのオマージュとして、リラク・オーター・メインの追悼式を放映した。ありがとうございます。